おはようございます。4月26日水曜日です。本日の水揚げ状況はわずかにあるぐらいですね。まあなんとなく予想はしてましたが、まあほぼ出れてないかなっていう感じですね。はい、ちょっと寂しい状況になっております。しょうがないね、天気悪いんで。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、生き締めのチーム、これは止めてたのかな、どうなんでしょうかね。まあ出れないでしょうからね、生かしてたやつでしょう。あとは大イカはね、少し並んでますね。どうなんですかね。あ、動いてますね、すごいね。岡玉はしけても出れるんですかね、どうなんですか。はいはい、活魚ですが、あ、そうですね、もう何か出てくるような形跡はないですね。今日は活魚はないのかな、寂しい。まあまた後でね、見に来てみましょう。はい、競り場ですが、はい、今のとここんな感じですね。今のとこって言ってもね、この後があるのかどうのかはわかりませんが、はい、ちょっと寂しい状況ですね。はい、こちらタコがわずかに、ああでもサイズ的にはいいですね。おお、いい感じ、割とサイズはでかいです。はい、こちらにもコウイカが少し、やっぱりね、かなり風が昨日強かったんで、これも生かしてたんでしょうね。そんなに数がないです。はい、こんな感じです。寂しいな。はい、送りの2ですが、今日はね水曜日なんですけど、広島だけがお休みだったのかな。その他はね一応は、あったんですが、まあ2の量としてはね少なめですね。はい、魚が少ないんでね、なんか欲しいんですが、ちょっと可愛いかな、鮮度悪なさそうなんですけどね、可愛いな。1個もらえますか。はいはい、こちら長崎の定置ですかね。こちらですね、ブリ結構でかいですよね。はい、こちら対馬の小アジですね。なんか良さそうですけどね、握りやってみますか。これね、はいはい、こちらシイラもありますね。これは宮崎って書いてありますね。ま
散策。はい、少しね、チヌが出てきましたね。これも生かしてたんでしょうね。よう超えてるね、これすごいね、まんまる。個体によってはね、まだまだいいですよね。かなりお腹は大きいんですけど、はい、こんな感じで、もうね、あんまりっていうか、もうほとんど増えてくることはなさそうですね。はい、少しだけ、おー、赤いタコ、おー、いいね、いいんじゃない。はい、わずかにね出てきたんですが、まあこんな感じですね。はい、わずかですけど活魚が出てきましたが、チヌに、こっちですね。これは吉野ですね。吉野ゴチ。ああ、大きいね、吉野もね。まあ活魚もこのくらいかな。出てきそうもないですね。まあ出れてないからしょうがないけど。まあ今日はね、萩の方からね1枚だけ天然ダイが入ってきますんでね、まあ、それでとりあえず一品白身はありますが、その他がね寂しいな。はい、また少しだけ、なんでしょう、ほうぼうですね。おー、大きいほうぼう。競り始まります。あざーす。はーい、何かねちょっとだけでも刺身もんが欲しいんですけどね。お、いいタイガ、おお、いいじゃん。3枚のタイI'm going to go to the next one.
はい、萩便ですね。まあ水曜日ですからね、萩もやっぱ少ないし、やっぱ湿気ですよね。あやてちゃん、おはようございます。あ、そう、はい、わっ、すごいアマダイがある。あー、これは注文品ですね。すごいね、ようこの湿気の時に。怖い怖い。いい山ね、綺麗なね。いいですね。うん、すごい。こちらは姫路ですね。かわいいな。まあでもようあるもんですね、この湿気の時に。おはようございます。はい、はい、豊利台ですね。綺麗な。はい、今日はね、活業はこの鈴木が1本だけ。まあ鈴木がね、まあ変えただけでもいいですよね。これよく超えてますもんね。これはいいでしょう。はい、あとはね、萩の鯛ですね。あー、まあとりあえずなんとかなりますこれでね。はい、はい、ぼちぼちね、荷物が集まってきましたが、あー、福岡便、福岡はあったんでしょうかね。はい、セリもね、もう終わりますね。はい、私も戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけども、ほとんどなかったですね。止めもんが少し出てただけっていう感じなんですけどね。まあしょうがないですね、昨日本当雨風すごかったですからね。はい、ということなんですが、まあ今日もね、あんまり天気は良さそうじゃないんですが、もしかしたら風が止めば出れるかなっていう感じなんですが、どうでしょうかね、わかりませんね、微妙です。はい、ということですが、まあ週の真ん中水曜日です、早いね。はい、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけども、ほとんどなかったですね。わずかに止めもんがね、出てきた程度で、あー、なかなか買うもんもなかったんですが、まあとりあえずね、よく超えた鈴木も買えましたし、あと萩からね、天然鯛がね、入ってきますんでね、これで今日の分はね、まあ足りるとは思うんですけどね。はい、まあしっかり作っていきたいと思いますということなんですが、まあちょっと天気の方がね、引き続き不安なんですけど、少しでもね、上がってくればいいなとは思いますが、どうでしょうかね、わかりませんね、これは。はい、ってことですが、まあとりあえずはね、今日水曜日、今日ね、しっかり作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、あー、古巣、私のいたデパートですけど、デパートっていうほどのあれでもないんですけど、百貨店、今ね、解体に入りました。解体工事、寂しいな。
やれやれ。はい、お店到着です。ちょっとね、小雨が降ってますけどね、まあ徐々に上がってくるんじゃないかとは思っております。どうでしょうかねはい、まあとりあえずはね、しっかり作っていきましょう。おはようございます。今日もよろしくお願いしますよいしょ。はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。40円のつもりだろうけど、ああ、はい、ありがとう。はい、良かったね、今日。おーおーおー、いいね。ありがとうございました。はい、ありがとう。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、めっちゃ濃いじゃろね、これ。いい感じ。はい、この押し気の時にね、助かりました。はい、エソミンチ用のエソ、お腹開けてます。それがパスの。ちょっとね、手でね、なんかちょっとぬるめ指だけ取ってもらって。今ね、レンコダル終わりました。今日はね、96枚全部でありました。ね、こんな感じでちょっと手のひらサイズで可愛いけど、煮ても焼いても唐揚げとか南蛮漬けいいと思います。終わりましたよと。それでね、今さ、レンコの中にね、珍しい、すごい久しぶりに見た、金太郎、貴重な、これでさ、フランス
変な動画見せようと思っちゃう。明日フライにして食べようと思います。勝手に決めようけど、おまけ金太郎さんってあったっけ、明日のおやつフライにして食べる。4月の26水曜日です。今日ね、今日もちょっと風が強いですね。でも天気はいいです。では早速今日も昨日の25日火曜日のコメントの方読み上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。25日は福岡も一日中雨でした。私もギョロッケは食べますが、大谷さんの食べているのは厚みがあり美味しそうでしたね。もぐもぐタイム楽しみです。ありがとうございます。力様ですね。読めるよ。もう忘れんやろね、ここまで叩き込んだらね。バッチリです。続きまして、福田様、なんかここ数日寒かね、体感7度ぐらいにしかないですねって。皆さん体に気をつけて今週も頑張っていきましょい。そう、温めてね、もうお風呂にねゆっくり使ってね、パックしてね、で入ってます。私もすごく乾燥するし、お肌は、体は冷えるし、皆様もね、あのお風呂にしっかり使ってね、体温めてぬくぬくして寝てくださいね。片柳様、青山さん、今日も仕入れ大変お疲れ様ですって。鬼おこぜ半端ない大きさ。すごい大きかったですもんね。ありがとうございます。長文ですね、これ長文の打つのも。ありがとうございます。片柳さん、豊田くん、お疲れ様です。ギョロッケ今度あったら食べてみたいって。そう、豊田くんもね、仕事が6時までなんでね、ここ6時閉店でもう全然間に合わないんですよね。だから休みの日、天休日、あ、豊田くんが仕事休みの時じゃないともう来れなくなっちゃったんですよね。残念。山圭介様、ゾウリエビはそちら方面にはないのですがね。ちなみにこちら方面ではウチワエビは取れません。ゾウリエビ見たことない。ウチワエビも上にはないけど下関の方にあるんですね。面白いですよね。杉本紗友子様、ギョロッケ美味しそうでしたね。総菜メニューもたくさんありますね。近くやったら毎日行きたいです。変な天気で寒いです。風邪ひかないでね。はい、気をつけましょう。お互い寒いもんね、毎日。トヨタ様、あ、間違えた、トヨタくんまた出てきた。富永様、お疲れ様です。社長、雨の日の仕入れご苦労様でした。
やっぱり数が少ないとそれなり値段が上がりますねって。漁師さんはいいですよね。大谷ちゃん、ギョロッケよっぽど美味しかったみたいですねって。白ゴーヤ、また取れたら送りますね。いいのに。ありがとうございます。お待ちしております。お気遣いなく。矢田様、雨のため丸尾漁港へは行けず残念とこほです。常滑漁港も月火水誰もいませんでした。無人君で明日はね、あるといいですね。今日出れるかな、風があるもんね。鈴木様、おこぜの大きさ比べ、わら、すごい大きかったですもんね。はい、では本日も、昨日今日ね、多分コメント入れてくださった人ね、ありがとうございます。毎日ねこまめにコメント入れてくれて。畠山さん元気なんかな、なんか心配になるね。毎日入ってるコメントがね、入れてくださる人がね、コメント入ってないとね、風邪ひいたんかなとかね、具合悪いんかなって思うんですよね。はい、では明日はね4月の27木曜日ですよ。疲れた？お疲れ。はい、はい、ではね、また明日も頑張りましょう。えいえい、あー一人で虚しいやろ。やだ、ちょっと見て、小じわすごい笑った時の、見てちょっとここね、やだ、お肌の曲がり角じゃん。曲がっちゃう、曲がっちゃう。では今日もお疲れ様でした。何回言うんか、もうおやすみなさい。キレキレ言われるけんね、もう切りますね。はい、じゃ切りますよ。切ってんの？あー、ちょっと寂しいな。切ってか、もう、え、終わるよ。いい？もう食べた、食べたよ、もう。に握り寿司ね、2パックにね、おにぎり1個食べた。食べられんちゅう、ね、小食やっけ、それでやめちょくわ。食べられんって言うたわね。食べちゃった。今日もお腹いっぱいで幸せでございました。ではまた明日お目にかかりましょう。毎日ね、ご視聴コメントありがとうございます。コメントも遠慮せずに、もう 一言でもいいので入れてください。なんか返します、私が。ではありがとうございました。お疲れ様、おやすみなさいませ。早く切れって思っちゃうね。